オブジェクトの選択、サイズ変更、回転について説明します。 XD に配置したグラフィックや描画したオブジェクトは選択ツールから選択・変更が可能です。ツールバーの選択ツールをクリックします。オブジェクトやオブジェクトグループをクリックするとバウンディングボックスが表示され選択状態になります。同時に複数のオブジェクトを選択する場合には選択ツールでカンバス上をドラッグして該当するオブジェクトを囲むか、シフトキーを押しながら選択したいオブジェクトをクリックしていきます。グループ内のオブジェクトを選択するにはオブジェクトをダブルクリックして選択するか、 Mac の場合はコマンドキー、 Windows の場合はコントロールキーを押しながらオブジェクトをクリックします。オブジェクトが重なり合っている場合、クリックを繰り返すと一つずつ下のレイヤーにあるオブジェクトが選択され、一番下のレイヤーに到達すると一番上のレイヤーのオブジェクトが再び選択されます。オブジェクトの選択について説明しました。次回はオブジェクトのサイズ変更と回転について説明します。